とうございます。じゃあ、ここまでの成果物に関して、いろんなご意見皆様からアナライズをいただいて、すごく輸出の他の品目にも参考になるような、情報はいろいろあったかなというふうに思っています。ここから、同じく、九州の北部から、佐賀、福岡、長崎から水産や加工品中心に、輸出でトップランナーとして、GFP でも連携させていただいている皆様から、同じく、いろんなご知見、輸出につながるヒントをいただければと思います。はい。じゃあ、まず、三栄興産の尾形社長の方から、取り組みの自社紹介、簡単にいただけますでしょうか。あ、はい。こんにちは。佐賀県の唐津市で、麦茶とか健康茶を作ってます。お茶っていうキーワードがありますので、長崎だったら園木とか、また佐賀だったら嬉野っていう緑茶をイメージされると思うんですが、私たちは簡単に申し上げると茶色いお茶、お茶じゃない植物を勝手にお茶って言ってるようなメーカーです。主にですね、麦茶、それから玄米茶の中に入っとる米ですね、いった米、それと、輸入をしながら、ウーロン茶とかドクダミ茶とかの健康茶を作ってます。で、そんな中で、私たちが主に輸出に取り組んでいる商品としましては、麦茶、ちょっと会場の皆様好き嫌いはあると思うんですけれども、麦茶飲んだことがないって方多分いないと思うんですよ。知らないって方もいないと思うんですよ。ただこの後いろいろ難儀することがありますんで紹介をさせていただきます。いただしいのでちょっとやりますか。はい、はい、ぜひ。じゃあいい機会なので、はい、あります。どの辺からいきますかね。はい、そうですね。取り組んでる、一部の事例なんですけれども、はい、これ、私がこう、見つけたっていう方法じゃないんですよね。先輩から、海外行って遊ぶ暇あったら、市場調査しなさいと。うん、で、日本だったら、例えば、このお店に入れてもらいたいなら、誰のつたどって、誰のつてでとか、はい、いろいろ聞いたりせないかんじゃないですか。はい、海外だったらですね、裏にシール貼ってあるんですよね。うん、誰々が輸入しましたって。でこれ文字読めないけど、これ写すことできないですよね。写真撮ってきて読める人に聞きゃいいんですよね。はい、そういったことで、一つ一つコツコツとやんなさいということを先輩たちから習い、私たちも今実行しているところです。その他もなんかせっかくいろんな資料いただいてポイントのところがそうです、ね、あればと思いますが、どの辺で。ですね、これですね。これ行きましょうか。とあるこれ日本、本当は取っちゃいかんのでしょうけど、日本のスーパーマーケットと海外のスーパーマーケットのお茶コーナーなんですよ。比較ですね。で日本では麦茶ってこんな感じで売ってるんですけど、海外みんな箱に入ってるんですよね。確かにかもしれないですね。こういう袋に入った麦茶持ってってポンで置いてもですね、認識してくれない。この辺が先ほどもありましたけど、文化習慣の違いっていうので、ちょっと苦戦した点ですね。ここがやっぱりそうやるとそうかもしれないですね。はい、そういうことですね。で、あとこれも文化の違いなんですが、外国の方はですね、ティーバッグって言ったらこんなジェスチャーするんですよね。カップで飲むのが当たり前と。で日本では大体こんなの冷蔵庫入ってますよね。なるほど。でこれ何ですかって言われて、日本では麦茶のポットって言ってもこれおかしくないじゃないですか。これがないんですよ。だから日本の麦茶を買って家庭に持ち帰れても作れない。で夜間で煮出す習慣もない。こんなのが最初に、テーマでありましたけど、最初にぶつかった壁ですね。のところってことですね。この今のポットの底も含めてやっぱり広めていかないとというところですね。はい、そうですね。もう一個が日本ではノンカロリーノンカフェインなんで、赤ちゃんがその離乳食の最初とに麦茶飲んだりお酒飲んだりしますよね。だから子供が飲む飲み物なんですけど、海外でプロモーション行って子供に飲ませようと思って飲みませんかって勧めたりするとですね、お母さんがブロックするんですよ。お茶ってカフェインが入ってるから絶対飲ませちゃダメよって、だから日本の習慣を伝えていくっていうのがどんだけ大変かっていうのを直面しました。そういうことですね。麦茶のでこれまた、はい、話がバラバラになっちゃってるんですけど、はい、ですね、こういう
空港から降りてくるときにキャリーで運んでくる人って芸能人かスポーツ選手ぐらいしか思ってなかったんですよね。ただ二口までみんな同じ運賃じゃないですか。そうですね。私最初このくらいで荷物で行ってたんですよ。そうじゃなくてこのくらいの自分とこの商品を持って、うん、プロモーションに行きなさいというふうに何ですかね、私とかまだ先に輸出をされていたメーカーの先輩から、聞いた言葉です。だからもうギリギリもう20何キロ、まあ、30何キロ2口、うん、プラス、まあ、機内持ち込み最大限を持って、もうポケットの中にもこう麦茶っていうサンプルが入るようなですね形でプロモーションに臨んでるっていうようなことです。最初はその形がねやりやすいというところですよね。はい。でまあこれはまあ後からって感じです、はい、あります。後ほどまた岡田さんいろいろ今大きな課題の取っかかりは教えていただきましたね、はい、またいろいろ教えていただければと思います。はい、お願いします。一旦ありがとうございます。で続きまして佐賀冷凍食品の古賀様、佐賀社長もちょっと久しぶりで恐縮ですが、あるいは最近の取り組みとかを自社紹介いただけますでしょうか。こんにちは、佐賀冷凍食品の古賀と申します。弊社の方がですね、メインはですね、食品の卸売業をやっている会社でございまして、まあ、創業自体はですね、明治28年に、まあ、雑貨商からスタートした会社でございます。法人化をですね、昭和48年にいたしまして、まあ、当初ですね、食品の、冷凍食品ですね、大手さんの冷凍食品であったりだとか、まあ、最近だと NB メーカーさんの乳製品を佐賀県内の、まあ、小売店さん向けに販売をしていたと、しているというような会社でございます。まあ、ただですね、まあ、昨今国内でも非常にこう小売業さん含め非常にこう市場まあ、競争も厳しくなってきている中で、まあ、このまま通常の卸業務だけだと、まあ、非常にまあ厳しい面も出てくるというところで、まあ、そこでですね前代表の方がですね、まあ、佐賀含め北部九州、まあ、全九州ですね、非常にこういい商材含め原材料が整っているという地域を含めましてですね、15年ほど前から、そういう九州産の素材を使った冷凍食品の販売を、製造し販売を行っております。現在では食品の卸と製造と行っているというような状況でございます。で今回ですね、輸出に関してなんですけれども、我々もですね輸出を始めたのはまだ6年ほどぐらいしか経っていないような、状況でございましてですね、当初ですね輸出に関しては6年ほど前に香港の方に初めて輸出をしたということがきっかけでですね、海外にも少し取り組んでみようというような状況でございます。で当初ですね、弊社の方ではですね、佐賀県には佐賀牛というですねブランド牛がございまして、まあそういったものをですね使っていきながら、そうですね。当初ですね、一番上の、商品がですね、佐賀牛のステーキ丼であったりとか、はい、まあ、電子レンジでできるステーキというのを作っているんですけれども、うん、まあ、そういったものですとか、6年ほど前にはですね、冷凍のお寿司を作っておりましてですね、まあ、これをですね、まあ、香港で、冷凍のおにぎりがまず最初に、まあ、販売ができましたんで、じゃあ、弊社のまあメインでやるような、まあ、おにぎりとか、佐賀牛を使った加工品が輸出をしていければということで、まあ、スタートしたんですけれども、まあ、非常に、実際やってみると、牛肉含め海鮮、輸出規制が非常に、まあ、厳しい中での取り組みでございましたので、まあ、その後、いろいろちょっと変遷をしてですね、今、現在では下にあるような、まあ、冷凍のおにぎりであったりだとか、それから左側にあるような、まあ、冷凍のプリン、こちらをですね、今、軸に輸出を行っているというような状況でございます。ごさんありがとうございます。ちょっとね、さっきの冷凍焼きも含めて、冷凍カテゴリーね、絶対こう日本の技術を含めて有望だと思うので、ちょっとまた後ほど深掘らせていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。じゃあ続きまして、福岡園陸の瀬尾さん、いつもタイム系等でも大変お世話になっておりますので、改めてお願いできますでしょうか。はい、福岡園陸の瀬尾と申します。妹のおっぽと書いて瀬尾と読みます。よろしくお願いします。先祖は村上水軍の末裔ということで、私、鹿児島に流れていったんですけれども、その時からいろんな運び屋もやってたみたいで、なぜか今、福岡園陸にいまして、園陸は、福岡園陸なんですけれども、本社は鳥栖にはございまして、うちの社長がですね、裸一貫で、朝倉の方に、トラック1台で始めて、それが32年前です。
それから今に至ってるんですけれども、まあ、拠点を今、本社を鳥栖に移しまして、鹿児島、岡山、関西、神戸ですね、拠点を設けまして、一ケースから運ぶということも含めまして、特に農産物に特化した物流会社でございます。まあ、ここがですね、なぜ輸出に入っていったのかっていう話もあるんですけれども、まあ、計画の中で日本の農産物、すべてのものを全国に届けたいという野望がございまして、今、福島の方に今年の4月から、まあ、復興資金のこともありまして、加工場を作ります。野菜の加工場です。これ40億ぐらいかけてやるんですけれども、佐伯っていう子会社がございまして、そこが野菜のカットの販売をしている。まあ、そこのところの自宅をしまして、農水省の、自宅しまして、そこで40億の野菜カット工場、あるいは加工場。これは多分日本で最新施設になろうかと思います。贅沢な作りになっておりまして、その中身が非常に濃いんですけども、まあその加工のところ、まあ、今からなんですけれども、いろんな意味で野菜の関して伸ばしていきたい。カットも伸ばしていきたい。ということを考えております。それと合わせて福島の方に物流センターも今年7月に着工します。これは通産省の予算をもらいまして、そこに40億ぐらいの、大体、保管能力は5000トンぐらい。我々の技術としましてですね、野菜のところで、CA と、それからエチレンガスをちょっと排除しながら、長期保管するという技術を持っています。これはうちの社長が、特許を持ってまして、そういう技術を活かして、例えばサツマイモだったら1年持たせますし、CA というのはリンゴで始まった技術なんですけれども、眠らして、今、玉ねぎ、北連の玉ねぎを、西日本のすべての物流を今預かって、九州、鹿児島、沖縄まで持っていけるような体制になった。まあ、そんな技術を活かしながらですね、鹿児島の安納芋をご存知だと思いますけれども、安納地区の安納をイオンと組みまして、5000トンぐらいの、最初200トンぐらいしかなかったんですけど、5000トンぐらいのレベルまで持ち上げて産地化したとか、そういうのがあったんですね。まあ、そういうものを日本全国のものを届けられるようになったときに、まあ、たまたまなんですけど、IHJ という輸出会社がありましたんで、まあうちの社長が買いまして、それで中洋からのですけど、タイにですね、現地法人がございまして、それをまた買いまして、となると、日本のもいいものをやっぱり、タイに持っていこうぜって話になりまして、そういう体制を今、作ってるところです。また輸出そのものは、さつまいもを、今20トンぐらいしかタイに送ってませんので、まあ、逆にタイのものを今、ベビーコンだとか、こちらの日本にも持ってきたりしてますけれど、オクラとかですね。まあそういうことをしながら、今後、対応を拠点にしながら、この日本のものをですね、どうやって定着させて、輸出させていくのかっていうのを今、しているところでございます。瀬尾さん、ありがとうございます。そうですね、福島の拠点も作りながら、タイでもということで、生産って意味ですと、鹿児島の話ありましたが、長崎もね、結構やってらっしゃるんじゃなかったでしたっけ、その理想として。長崎はですね、はい、今、先ほどいらっしゃる。五島でですね。そうですよね。まあ、離島って、鹿児島も長崎も友人離島ってすごく多くて、うん、その中でやっぱり離島の苦しみっていうのは独特のやっぱ苦しみあるじゃないですか。物流とかですね。物流の問題、うん、それから台風が来ると物が入らない、遅れない。うんそうした時に保管も大きな施設もない。はい、そうした時にやっぱり必要じゃないかなっていうことを、うん、今国、接触してます。で、後藤にそういう施設を作りたいな。うん、今やっぱ、ここに行政の方もいらっしゃるんですけども、やっぱり縦割り行政で品目が限定されていくと、島っていうのは、離島っていうのは、やっぱり生活の総合拠点になりますんで、うん、いろんなものが対象にならないと、なかなかうまくいかない。うん、で、まして作るとなれば、やっぱり40億から50億ぐらいの施設が必要になってくる。うん、それを単独のやっぱ補助事業ではなかなかできない。で、作る人もいない。と、うん、いうことで、今、国と国交省と、通産省と農水省と、個別に、今、やりながら。それと、今、森山先生って自民党の、鹿児島選出の議員の先生いらっしゃるんですけど、今、自民党政務会長をされてますが、はい、谷川先生ちょっといろいろありまして、どっか いなくなりましたけれども、それはさておきですね、
今、離島振興の議員連盟で農業をどうやって発展させていくかっていう議員連盟ができたんですね。それは去年の8月にできまして、それを会長が森山先生で、それから谷川先生が副会長だったんです。で、今度五島のそのイノベーションセンターって我々の名前つけてるんですが、それのまたヒアリングを今、3月の6日に自民党本部に行きまして説明に行き、それの訴えてきます。はい、ありますですね。離島というね取り組み、まあ鹿児島もそうですし長崎、確かに大きな産業を守っていく意味でも大事なことよくわかりましたね。ちょっと引き続き行政の方との連携しながらその取り組みもやっていければと思います。社さん、ありがとうございます。じゃあ橋口水産の橋口社長、お願いできますでしょうか。橋口です、よろしくお願いします。弊社は五島列島、五島拠点としてですね、ブリの養殖を約50年、経過しました。父が他界してですね、私が継承して30年ぐらいになるんですけども、まあそういう中でブリューのブランド化ということでですね、結構やってきたんですが、なかなかその成果が見出せず、そういう中でですね、ブリューのですね、原油供給、輸出向けの原油供給という形で、養殖を進めていきました。年々その生産量、出荷量が増えてき、国内より高い相場で取引されるのが現状でした。まあ単純に、それがきっかけでですね、私もこれできるんじゃないかという思いがあってですね、2016年、自社工場ハセップの太陽工場を作りました。これは独自産業化の一環としてですね、補助事業を得て、建設しました。単純にこのきっかけっていうのは輸出向けが今後伸びるだろうということで、計画いたしました。以上です。ありがとうございます。ブリに関してはブリハマチ、私も海外に、まあ、鹿児島の出身でもあるので売り込んでいて非常にこう有望な商材だなと思うんですけど、橋口さんから見られてでもやっぱりまだまだ海外、国内よりもやっぱり需要はあるなと感じられますかね。弊社の生産物の今現在 97%、 約1000トンぐらいいっているわけなんですね。はい、今現在海外にも年 4,5 回ぐらい商談会行くんですけれども、はい、内陸部の方にですねその販路が広がっているのが現状です。アメリカ。そうです、アメリカですね。また中国、今はちょっと輸出がストップになってますけれども、はい、まあ、今後まださらに期待されると思います。そうですね、長崎はね、いろいろこう中国との販路もね作っていらっしゃって、そっちに流れるルートももともとあったっていうところですよね。そうです、そうですね。やっぱりアメリカ、中国がマーケットとしてはブリに関しては、そうですね、中国が今後期待されるかなって思ってるんですけども、その早く水産物の解除ができればですね。あとはこのね、外国人の実習生含めたこの人材の活用というものをすごく力を入れてらっしゃるっていうの、その辺少し。はい、現状雇員を募集してもなかなか来ない、うん、ほとんど来ないですね。もう自然的に外国人に頼らざるを得ないっていうことでですね、はい、うん、今ベトナム、インドネシア、ミャンマーがメインで今雇用しています。中でも今後はですね、高度化人材っていうか、質のいい、能力のある人材を確保できればなと思っています。そうですね、了解です。結局もはね、ちょっと海外もだいぶ物価も上がってきてますが、普通にこう雇えるは雇える感じですかね。それが問題ですね、国内の GDP も横ばいであるし、はい、為替の差もあってですね。そうなんですよね、はい、あと5年以降どうなるか、雇用できるかどうかっていうのが一つの課題です。ですね、あります。ちょっとそこもね、国を挙げて一つの課題かなと思いますよね。はい、聞けばオーストラリアにの農場に就職したら月に70万ぐらいの手取りがあるらしいです。そういうことですね。今正直私が出している支給額が1名15、6万ぐらいですかね。まあ、そうですもんね、日本だと、ね、純粋の手取りがですね、4倍5倍とかになってしまうとですね。はい、了解です、ありがとうございます。貴重な情報あります。皆さん、ありがとうございます。ちょっとそんな皆様いろんな角度での取り組みで、ちょっと改めて輸出のこう難しさとかも今少し伺いましたが、改めて伺っていければと思います。小倉社長、先ほども少し取っかかりの麦茶文化の普及というところもあって、まあね、でもだいぶ輸出取り組まれて、ここからさらに伸ばしていくためにっていうところも含めて、今時点で一番こう難しかったところだったり、逆にこれまでやってきて良かったこととか、その辺をざくばらんに
何かコメントいただければと思いますが、そうですね、まず、まあ、先ほどポットの話とかもしましたけれども、はい、お茶をですね、何ですかね、麦茶の場合家庭にポットで大きくとか夜間で大きく作って継ぎ分けて飲むじゃないですか。この習慣もないんですよ。あんまりないかもしれないですね。で、例えばマグカップとかティーカップ、それから中華系の方は水筒にそのまま茶葉入れて飲んだりされるんですけれども、そういった小さなティーバッグをこう作ってくれっていうニーズを、まあもう結構早いうちにいただいたですね。ただその時にですね、私たちその麦茶の大きいティーバッグを作る設備しかなかったもので、ちっちゃいティーバッグ作れないんですよね。だからまあ設備投資とか、また何ですかね、こうののより分かりやすく飲んでいただけるような、裏面の表示、日本では当たり前な作り方でも海外では通用しないので、こういうふうに中国とか海外の飲み方に合わせアレンジした飲み方をこう現地の言葉で書いたりしてから、こう商品を作っていきました、そういうことですね。あります。日本だとね、こう麦茶ってみんな子供が飲んで美味しいものって当たり前ですけど、海外はなかなかね、麦茶ってどこまで認知度がっていう部分で、こうどういうものを訴求するというか、こういういいものなんだよっていうのは、どの辺をこう工夫というか、まずですね、訴求の前にですね、麦茶ってまず伝わらない。そもそも、なんだと。発音難しいです。バーリーで RL って日本人が一番苦手な発音なんですよね。で、まず麦茶ってこう、名詞でひっついてるんで、あれ、お茶になんか麦かなんか入ってる、なんか新しい食べ物とかいうニュアンスなんですよね。で、まずはこういう茶色いお茶で日本ではとてもポピュラーですと。で、日本に来られた消費者だとですね、いろんなこう有名なレストランとか食べ歩きとかされてる中でですね、結構牛丼屋も行ってるんですよ。で、牛丼屋に茶色いお茶あったろって、あれが麦茶なんだよって、ただで飲めるお茶、日本の独自の習慣だと。で、さらにノンカフェイン、デカフェとかじゃなくて、もともとノンカフェイン、だから日本人はそういったのを子どもの頃から飲んでるから長生きしとるだろうっていうような言い方で、まあ嘘ではないですよね、麦茶だからということではないですけども、いろんな要因がありながら、子どもの頃からそういう飲む習慣があるから、そういう食習慣全部ひっくるめて日本食って素晴らしいんですよっていうことを伝えていってます。日本食全体の中で麦茶っていうのが中核となっているところとですね、あとはお客様からですね、こういう場面のなかったかっていうので聞かれたのが、日本のアニメって結構海外で知られてるんですよね。で、例えば海外でもポピュラーなアニメですね、日本でもあって、例えば私が事例で挙げたのが妖怪ウォッチでコマさんが麦茶を飲んでるところとか、あるんです、ね、言っちゃって大丈夫なんですかね、大丈夫です、関係者いると思うんで、とかサザエさんで食卓で囲って麦茶飲んでるとか、そういったとてもアニメでも出てくるぐらいポピュラーなんだよっていうのを、バイヤーさんからそういった事例ないか一生懸命探してこいって言われて、逆にそういうのがあると伝えやすいと、そういうふうにして習慣っていうのを伝えていきましたですね。日本のアニメとか、ね、本当に海外で人気なので、絡めて麦茶が出てくればっていうことですね、はい、ます、あります、そういったところがあったところですね、あります。例えば佐賀冷食の古賀さん、ね、輸出の、まあ、先ほどこう畜肉のエキス の, 難しさも伺いましたが、まあ、輸出始めた時の、まあ、難しさだったり、まあ、今より伸ばしていく時の難しさであったり、どちらでも結構なんですが、どの辺が大きかったでしょうか。そうですね、最初ですね、冷凍のおにぎりで香港の方に、輸出を6年ほど前に始めたんですけど、当時ですね、私、海外に関するその知識、規制も含めた知識というのが、ほとんどなくてですね、香港にそのおにぎりが遅れたから、何でも送れるんじゃないかっていう、そういう当初ですね、安直な考えというか、簡単な思考の中で、進めていったんですけれども、
実際ですね、いろいろこう商談会だったり、まあ、バイヤーさんとこう商談をしていく中で、まあ、佐賀県はやはり佐賀牛だとか、まあ、お米だとか含めて非常にそういったところが産地でもございますので、まあ、そういった商品で、佐賀牛のステーキ丼だったりステーキレンジでステーキだとか、まあ、冷凍のお寿司を輸出ができればいいなという形で商談をしていたんですけれども、3年ぐらいですね、もうあのその産品目をメインにですね、推していたんですけど、はい、どうもこう話がうまく噛み合ってこないなというところで、うん、2年、輸出を始めて2年目ぐらいに、まあ、ジェトロ佐賀さんの方にちょっとご相談に来ましてですね、はい、今こういう形で、まあ、畜肉、まあ、海鮮系の商品を輸出をしていきたいんだというちょっとご相談をいたしまして、何が悪くて何がいいのかっていうのがもう右も左もわからないんですっていうところから始めてですね、うん、でそこからですねいろいろこうジェトロさんのこう支援をいただきながらですね、いろいろこう国によってですね各国こう規制が違いますんで、まあ、そういったものをまず畜肉はここがいい、ここの国はいいよとか、うんね、ここまではダメだよとか、まあ、水産系であればハサップが必要、まあ、畜肉も含めて EU ハサップだとか、まあ、FSC だとか、うん、まあ、そういった認証を取っておかないといけないよっていう、まあ、情報をまあいただきながらですね、まあ、進めていったというような状況がございます。でいよいよですね、やはりその畜肉関係の商品、まあ、水産品関係の商品ばかりにちょっと固執してしまうと、うん、まあ、なかなか思ったよりも時間がかかってしまうなというところで、うん、まあ、3年目ぐらいにちょっと方向転換をいたしまして、で、まあ、内容としては冷凍のおにぎりですね、まあ、当初香港に輸出をしていた商品を、はい、まあ、軸にしてですね、まあ、あとですね、まあ、商品の中で、まあ、先ほどのちょっと商品の画像の中でありました、はい、左側のですね、まあ、プリンがあるんですけれども、うん、これちょっと熊本の方で、PB で作ってもらってて、まあ、それで熊本の図柄が、まあ、ついているような感じになっているんですけれども、うん、まあ、我々のこう思いとまた別角度からですね、くまモンがついているということで非常にこうアジア圏からの引き合いが多くなった。またその今定期的にですねアメリカの方にも輸出を、はい、うん、今していてというところで、まあ、まあ、であるんで、まあ、今回ですね、今は冷凍のおにぎりと、それからスイーツを軸にしながらですね、まあ、将来的にはやはり、まあ、佐賀の産品である、佐賀牛だとか含めて輸出ができればいいなと。で、その輸出をしていくためには、やはりなかなかこちら側から輸出をしていくという相当ハードルが、まあ、高いので、今考えているのが将来的にはですね、まあ、例えばライセンス契約みたいな形で現地の協力工場を作って、で現地でそういう日本食という形でステーキ丼だったりステーキというものを、うん、まあ、作っていきながら、はい、そこをこうどこにしていくかっていうのを見定めながらですね、うん、そういったことをちょっと今視野に入れて検討しているところでございます。丁寧にありがとうございます。で、おにぎりや、ね、スイーツ、牛、ステーキって間違いに強い、ね、日本の佐賀の産品だと思う中で、畜肉のエキスでいうとやっぱり、まあ、香港ぐらいですかね。他はやっぱ基本認定施設じゃないとっていう話になってきますね。今は基本はもう香港のみですね。香港のみ、うん、他はそうですね、各国 の指定処理場だとか指定処理場じゃないと、まあ、認証取得がある、うん、工場さんじゃないと輸出ができないというようなところですね、うん、やっぱり、まあ、ハードルは当然いって高いというところですね。水産の方はどうですか、まあ、そこまで、ね、水産エキスが入っているから認定施設まではいかないものが加工品ならと思うんですが、どうですか、ね、そうですね、うん、当初ですね、我々がその、まあ、冷凍のお寿司に関して、はい、やはりそのヨーロッパだとか、まあ、欧米系にちょっと輸出をしていきたかったというところがあって、あ、そっちはね、うん、まあ、それをやっていくとどうしても EU ハサップだとか、まあ、FDA の、まあ、規制含めての登録があったというところがあったんで、まあ、ただアジア系に関してはまだちょっと我々がお寿司に関しては、はい、まあ、冷凍流通品にどうしてもなってしまうので、うん、まあ、当初始めた頃ってあんまりまだ東南アジアも含めて冷凍流通のイメージがあんまり良くなかったので、ちょっと控えていたというような、まあ、事実もあってですね、今後に向けてということですね。あります。ちょっとさっきね、大平さんからもありましたが、アメリカ向け FDA の、ね、登録が出すときに必要だと思いますが、そこの辺のハードルだったり査察官の
あれだって、なんかその辺はありました？そうですね、まずですね、我々もですね、輸出に関しては間接輸出を今メインにやってまして、で、ね、うん、でまあ、プリンがですね、神戸の商社さんの方から輸出をしているんですけれども、まあ、これも、言っていいか悪いか、ちょっと、わかんないんですけど、幸いにもと言ったらいいか、うん、まだ FDA のですね、査察をまだ受けたことがなく、輸出実績としてはもう4年ぐらい定期的に今輸出はしているんですけれども、うん、まあ、だとはいえですね、品管の資料であったりとかも含めては、はい、今商社さんの方と、まあ、逐次連絡を取り合いながらですね、うん、まあ、証明書含めて今ご提出をさせていただいているような状況でございます。なるほど。じゃあ、まあ、その査察は置いといても FDA 登録は、まあ、商社の方と連携すればそんなにものすごく大変だったというわけではなく、まあ、そうですね、まあ、正直丸投げをしたというところがあります。はい、ありがとうございます。ですね、ただ最後にぜひね、この冷凍というカテゴリーを、さっき の焼き芋もそうですけども、もうちょっと海外で広めていきたい。だいぶ電子レンジも少しずつ広がってきてると思いますし、コールドチェーンもアジアも広がってきてると思いますが、どうですかね、この冷凍での、まあ、業務用でもいいと思うんですけど、もうちょっと広げたいなって思いが私もあるんですが、どう感じですかね。そうですね、やはり冷凍食品、まあ、特にその、まあ、まあ、現在でもどちらかというと今もう定着してきたこの和食という文化に関していくと、やはりレトルトよりも、まあ、冷凍の方が、まあ、風味的なものはもちろん、まあ、良くもなってくると。で、最近ですね、まあ、福岡のある商社さんの方から、まあ、これも香港の方だったんですけれども、はい、まあ、冷凍のおにぎりを、まあ、その現地のバイヤーさんが見られて、まあ、輸出をしたい、輸入をしたいんだという話も受けてたりするので、はい。まあ、今後ですね、やはり、冷凍食品という、その、まあ、ニーズも含めてですね、まだまだ、まあ、賞味期限の問題だったり、うん、まあ、物流の問題が、まあ、クリアしていければ、はい、非常にこう、面白い、取り組みができるような、うん、で、しかもそこに、その、海外にはない、その、日本的な味付けというのが、やはり、国内ではできますし、飾り付けも含めですね、見栄えも非常にやっぱり綺麗に作れますので、うん、まあ、そういったその日本独自の強みというのをよりこう発信できていければ、うん、面白い商材になっていくんではないかなという感じは受けております。ね、あります。ぜひちょっと今後もね、そういったカテゴリーとチームで吸収チームでいろいろ取り組んでいただければと思いますので、ありがとうございます。小林さん、ありがとうございます。続きまして、瀬尾さん、その陸さんとして、もちろん輸出に向けた課題でもし、はい、国内のこう流通も多く担われているという意味で、はい、輸出に向けた国内流通の2024年問題もありますし、はい、なんかその現状を感じる課題だったり、その辺ちょっといただけますか。まあ、2024問題語れば2時間ぐらいかかるんで、別にしましょう。とにかくちゃんと運ぶことを考える。はいはい、まあ、今の冷凍の話もそうなんですけど、やっぱり冷凍、やっぱこれからコールドチェーン化もして、はい、やっぱ拠点を持って共同配送するようなそういう仕組みを作り上げることだと思いますね。それはやっぱり一人じゃできないんで、共配という考え方ですから、共同で一緒にやって一社仕立てるだとか、ワンコテナ仕上げる、こういう考え方いいと思います。で、今先ほどうちの場合は、弊社の場合はですね、先ほど戦う体制といいますか、一応ハードの部分ができましたんで、今ソフトのところに、どうしようかということで、今マーケットの調査含めましてマーケット活動をやってます。その中でもオンラインとオフラインあると思うんですけれども、マーケティングの考え方の中に、その、オンラインのところ、まず認知してもらうこと、食べてもらうこと、等々あるんですが、それとオフラインのところでもバランスよくやっぱりしていかないといけないのは、お客様の生の声、こういうものを吸い上げていく。はい、で、それで量販店で試食販売等々しながら、それを定着させていく。で、それをやっぱりタイに、うちタイをやってるんで、タイに送るだけじゃなくて、やっぱ継続的にやっていかないとなかなか定着しないのかな。皆さん、行政の方も知ってらっしゃると思うんですけど、30年前にオージービーフが日本に乗り込んできた。はい、こう、覚えてらっしゃいません？今もう30年間ずっと消費活動やってるんですよ。当時日本の牛肉はもうダメになるだろう。オレンジもダメになるだろうっていう大きな問題になった時に、オージービーフはチャンスと見て、アメリカンビーフが
あったんですね。そこの、あのマーケットに入り込んでくる、そのためにどんだけのお金を使い、どんだけのことをやってきたか、これをですね、やっぱり我々は逆にやるべきかなって今思ってて、でその考え方を持って今鹿児島と、それから鹿児島県と長崎県と一緒になって、シェフをですね、向こうのシェフをこっちに誘致して、誘致っていうか来てもらって、現場を見てもらって、日本を感じてもらって、鹿児島と五島を感じてもらって、でそこにある食材を見てもらって、例えば観光の餅あるじゃないですか、あの観光の餅をあの輸出したってダメなんですよ、はい、それをどうやって向こうの人たちが食べるか、そういう知恵をやっぱりあの入れて、日本の食文化と向こうの文化と融合させていって、そこにシェフの力、人間の知恵、そういうものを入れ込んだ中での出会いを作っていく、そういう場を作っていこうかなということで今取り組んでます。で、これ和フードっていうのは月にありますかね。あの今いろいろまあ格好からちょっと入りたがってですね、かっこいいことを言いたいんですけど、あのこう和フードっていう、こういう形であの今言ったように、日本の品質っていうのはやっぱり食材、気候、風土、技術、多様な品種等々いろんな意味で感じるものは皆さん持ってるんですけど、国外の方分からんわけですよね。じゃあ、じゃったらそれをどういうふうにあの分かってもらいにするかということは、やっぱり向こうの食文化と先ほど言いました融合するしかないと思うんですね。で、融合させる人って誰って言ったら、やっぱりシェフだと思うんですよ。料理人だと思うんですよ。提供する人だと思うんですね。その場でもあったり、環境であったり、雰囲気であったり、そういうところだと思うんです。ですから今、鹿児島と長崎で一緒になって、そうシェフを呼んで現地見てもらって、今回、その和フードっていうこの、まあ、ちょっとブランド化していきたいなと思ってるんですけど、これはもうあの、言葉遊びも含めましていろいろあるんですが、和風っていう、日本の和と風土、それから和風、それから和の食、そういうものをやっぱりイメージしたものを、我々はちょっと原材料というか生産物の生のところから入ってるんで、それをどうやって進化させていくかというところで、和風土というブランド名でどん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 広げていけたらなという取り組みをします。ちょっと宣伝になるんですけど、それであの2月の26日にですね、和フードディスカバリーって言って、今回が1回目初めてなんですけども、あの今見てもらった鹿児島なり長崎をその雰囲気で原材料を我々提供しまして、向こうのシェフがそれなりのタイの人たちに合うような食事を作ってもらって、それであのマスコミに食べてもらおうと。30から50だったっけ、50社ぐらい呼びましてですね、そういうイベントをやろうかなと今度思ってます。またこの情報はですね、皆さんあの共有できると思うんで、あの皆さんにもお流ししたいし、そういう形でやっぱり入り込んでいって、それを継続的にしていく、こういうことをやっぱり今仕掛けようかなと思ってるところです。そのイベントは場所は日本が、バンコクですね。バンコクであるんですね、はい、ですね、鹿児島の、了解しました。ですね、機会が合う方があればということです ね。了解です。さん、丁寧にありがとうございます。プロモーションの今話をいただきましたが、やっぱりまあオフラインでこう試食、まあ、シェフとの連携、食べてもらう機会、あとまあデジタルとかもやっぱりその辺のバランスなんですかね、やっぱりそれと、あとインフルエンサーじゃないんですけど、広げる人を作りたいですよね、どんどんまあ、あのコロナの影響を受けましたけれども、コロナ的に広げていきたい、そんなやっぱり誰かやっぱ核になる人を作っていけたら、なんか定着化していくのかなと思いますね。また定着するっていうことがそれだけじゃなくて発展していくよと思うんですよね。やっぱり文化っていうのはどん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 発展していくべきだし、発展させるものだと思ってるんで、やっぱり現地で融合したものがどん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 こう進化していく形を、我々はそれを見ながらやっぱり仕掛けていかないといけないのかなというふうに思ってます。おっしゃるとですね。ぜひ九州のね、そういうファンというかインフルエンサー的な方は海外でね、作っていきたいですね。ありがとうございます。橋口さん、輸出拡大に向けて、今プロモーションの話も出ましたが、よりこうブリの輸出拡大に向けて、まあ、お感じの課題だったり、こう販路を広げていくためのところだったり、どうですかね。はい、今私も皆さんと同じように間接貿易がメインなんですけれども、
まあ、近々直接貿易輸出もやろうかなと計画してます。直接も、はい、私の魚のメインの消費地がラスベガスなんですね。鮮魚もやってるし冷凍も行ってます、うん、食事に行くとミシュラン系のお店なんか行ったらですね、1人前約5万円くだらないです、ね、そうでしょうね、去年も今年も変わらないです、うん、ただ魚の漁価は安くなっています。魚が安くなっています、まあ、供給量が多いから単純にですね、ブリが、ね、ちょっと取れてますからね、そのギャップをいかにして埋めるかっていうのが私の課題かなと思ってんですね。なるほど。まあ、当然間に入っている商社がその分抜いてるわけなんですけれども、うん、こうもっとこう見える売り方販売の仕方をしたいですね。ラスベガスはこうやっぱりお寿司とかやっぱそういう売り方が基本っていう感じですかね、ブリは。はい、そうですね、ブリはほとんど寿司っていうか、食べ方が和食文化じゃなくてアメリカの文化になってますね、はい、アメリカの作り、北米の作りですね。カリフォルニアロール的なですね、うい、いろんなスパイスをつけたりとかしてですね。あ、なるほど、そういうことですね。了解です。アメリカはまだまだ輸出どうですかね、こうブリは。まだ伸びると思います。内陸部の方はですね、はい、まだ未開地のところがあるし、うん、ダラスとかシカゴとかですね、うん、これからまだ伸びしろはあるかなと思っています。なるほどですね、了解です。その分、まあ、そこをやっていくためにはこう、まあ、課題というか供給をしっかりしても価格をまあ、出す側の。そうですね、はい、やっぱり私も生産者の一人でもあるし、はい、生産現場というか、うん、基本が利益が出ないとですね、はい、売っていけないので、うん、昨年は大変利益がありましたけども、はい、今年はちょっと厳しいですね、うん、そういった波がないようにですね、そういうことですね、本当末端でどれだいくらでこう取引されているのか、うん、その辺を調査する意味でもですね、はい、一箇所一拠点ぐらいをですね、自社でこう売れるような販路が欲しいですね。直接です。ただそれを作るとどうしても現地のそういった支店とか駐在員とか、うん、そういったのが必要になってくるので、その辺が私の課題かなと思ってます。体制構築が次のステップに向けてですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後ちょっと時間もあれですが、ぜひこう、まあ第一部同様、こう皆様とぜひ今後、まあ後でお話しいただければと思いますが、こう連携して何か一緒にやったり、まあ県単位での取り組みだったり、いろいろこの東大会の皆様と一緒にやっていければなと思うんですが、尾形社長から何かこのね、チーム九州というかチーム佐賀でも結構なんですけど、はい、はい、私たちの商品は圧倒的にリテール商品が多いもんで、はい、やはり現地で試食プロモーション、うん、これをやっぱり定期的に、先ほどの OG ビーフの話もありましたが、うん、知っていただく、飲んでいただく、飲み方が伝わる。そうですね。で、行ったからには何か持って帰ってくる、うん、例えば現地でこんなものが売れてると、例えば先ほどのお寿司の話もありましたが、はい、アメリカ風のこういう健康茶もある、うん、じゃあ日本の原材料で作れるじゃん、うん、とかですね、そういったやっぱり人が行き来してから初めてまた新たなビジネスが生まれるんじゃないかなと信じ取り組んでます。例えばそういうね、九州だって佐賀チームでこう試食の機会とかが、まあ、定期的にというかね、さっきのテーマが持続的にできると良さそうってことですよね。あ、はい、そうですね、うん、そしてそういった機会行政上げて作っていければと思います。お願いします。作っていきましょう。小さん、佐賀冷食さんでもね、こうまあいろんな冷凍食品のコラボしての製造を含めてどうですかね、いろんな連携の可能性っていう意味で、はい、そうですね、連携という点に関してですけれども、まあ我々も製造を行ってまして、はい、まあ製造の中で例えばこういったものを作れないかというようなまあご相談もありますし、まあ、あとはまあ我々がメインがですね、食品の卸売業、まあ、というところもありますんで、まあ輸出以外でもですね、国内向けでまあ我々が何かこうお手伝いできるところがあればですね、その辺はぜひお手伝いをさせていただければなというところもございます。でまたですね、まあ、我々も間接輸出でまあ商社さんとのまあご商談もまあありますもんですから、まあ、そういった中でまあこういった商品が欲しいんだけどないかっていう、まあ、問い合わせもいただくこともありますので、はい、まあ、その時にはですね、また皆様に、まあ、こういう情報があるんですけどもいかがでしょうかっていうような、そういうお声掛けはできるんではないかなというふうには思っております。
ですね、ぜひ GFP を通じてこう、ね、佐賀冷食さんがこうハブというか、ね、中心になられていろんなものをご提案いただくような、そういう流れができると、かつ冷凍って、ね、技術を確認、そんな感じですかね。ありがとうございます。ぜひ引き続きお願いします。瀬尾さん、ね、長崎、鹿児島含めて九州引き続きいろいろやっていただきたいですが、はい、はい、まあ、今言われることだと思うんですけど、やっぱり継続は力なり、はい、やっぱり継続することによってそこにやっぱり定着させていって発展させていくという行動をやっぱり常に起こす必要があると思うんですね、はい、そうなるとやっぱり一人単独ではなかなか難しい、うん、それぞれの分野の方々、あるいは連携してパワーになる人たち、いろんなところがこういう場で出来上がってきつつあるんで、そういうものやっぱり一つになって九州で行っていいんじゃないですかね、はい、やれるところから何か一つ作って窓口を開けて、そこからそこにどん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 入っていく、うん、あんまり戦争に例えたらいけないんですけど、戦略的にはそういう考え方を持ってやっぱりこう行くべきだと思うんですね。そうすると向こうもこっちを見てくれるんで、うん、なかなかその相互の関係というのは非常にやっぱり作り上げやすいのかなと思いますんで、ぜひそういうことをやっていきたいと思います、うん、し一緒にやりましょうということです。ですね。お願いします。まあ、タイはね、その役さんでやるし、私たちのおっしゃったね、やっぱ食文化も含めて広めていくためには持続性という、ね、キーワードと、ぜひまずタイでやっていきましょう。最後、橋口さん、まとめじゃないですけど、お願いできますでしょうか。まとめじゃないですけども、すいません。まあ、ものづくりって形で皆さん本当頑張ってるなっていう共感します。ただその作っただけじゃね、先が見えないので、はい、いかに売るかが今後の課題かなと思ってます。長崎県は意外とそういった支援の資金とかそういったものが少ないので、そういった枠をですね、ジェットさんとか結構、まあ、県もいらっしゃって手厚いのかなと思ってますけどそうでもないと具体的なですね枠を予算取りをしてもらいたいと思います。よくシーフードショー、私もあちこち行くんですけども、はい、鹿児島県とか愛媛県、高知県、それぞれグループで団体で来てますよね。何々漁協とかそういった形のですね、大枠を取っていただければなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとチーム長崎含めてチーム九州、そういったまあ枠組み作りというところでいうことですね。ありがとうございます。はい、ちょっとすみません、時間超過してしまいましたが、非常にこう皆様からいいお話を伺えて、質問ヒントになる、私もすごい勉強になりましたので、ぜひ皆様この後もいろいろ質問の時間もできますので、こう交流会の時にしていただければと思っております。はい、じゃあ第2部のパネラーの皆様も誠にありがとうございました。